くん、いいところに来てくれた。ちょっと聞きたいことがあって。言いたくないことだったらそれで構わないんだけど、あなたに聞くのが一番いいかと思って。私たちってアインクラッドに来たのは最近でしょ？だから月明騎士団だっけ？それとヒースクリフについて教えてほしいの。それでヒースクリフは？ニュースで何回も聞いたよ、その名前。その人、今は？頼まれた買い物とは関係ない店だったけどな。ちょっと寄り道するぐらいいいじゃない。いやー疲れた疲れた。最初は軽い気持ちで隣のお店の商品も見てみようかってノリだったんだけど、楽しくて商店巡りになっちゃってさ。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。あれ？ちょっと雰囲気が重いような。なんか真面目な話でもしてた？キリト君にヒースクリフのこと聞いてたんです。ヒースクリフ？なるほどね。知らないのよね。一緒に聞かせて。
私もいなかったから聞きたいな。よし、そのことについては俺から説明させてくれや。多大な犠牲を払いつつ、俺たちは75層のボスを倒すことに成功したわけだ。その後だ。ヒースクリフがイモータルオブジェクト、不死存在だってことに気づいたのは、最強の味方の一人が実は最悪の敵ってシナリオだったわけさ。その目論みを暴かれ、ヒースクリフはこう言い放つ。一対一で戦って勝てたら、75層でこのゲームを終わりにしてやると。答えは決まってる。いいだろう。決着をつけよう。勝ってこの世界を終わらせる。戦いは苛烈を極めた。こっちの二刀流に対し、ヒースクリフは新聖剣というすげえエクストラスキルの持ち主だ。左右から攻撃を繰り出せば、非常な正確さで的確に攻撃を叩き落としていく。防戦一方かと思えば、こちらの隙を見て確実な一撃を仕掛けてくる。戦いは続いた。しかし、諦めるなんてことはありえない。奴が見せた一瞬の隙をついて、ソードスキルを叩き込む。ジ・エクリプス。ごっくり。それから？地響き、暗転。そして世界は真っ白に。こうして、ヒースクリフを見事打ち砕いたってわけだ。まったくハードなミッションだったぜ。ちょっとちょっと、それをしたのはキリト君でしょ。世間を騒がせたあの大事件の首謀者を倒したなんて。ですよね、キリトさんはやっぱりすごいです。最後のボスを倒したんですから。でも終わってないじゃない。強かったんだ。ちょっと感心したわ。私もキリトが強いのは知っていたけど、そこまでとは思わなかったな。そうです、パパはとっても強いんです。向かうところ敵なしですから。
のキリト君、娘に自慢されるなんてパパ冥利に尽きるんじゃない？ママも素敵ですよ。私パパもママも大好きです。ありがとう、ゆいちゃん。説明してくれてありがとね、キリト君。いろいろ分かったわ、ありがとう。よろしく頼むわね。了解よ。頑張ろうね。よう、